はい、どうも、ケイタです。今回ね、ちょっと久々のフィールドにやってきました。多分動画でメインで来るのは今年初かな。なんで、まあちょっとね、いい感じで楽しみたいなと思います。雨が降った後で結構ね、増水して、で、まあ最近までね、めっちゃ減水しとったんで、雑草がめっちゃ生えてて、で、それが、水の中に沈んでる感じ。なんで、灌水ブッシュだらけ。で、まあそれがね、まあウィードとかそんな感じ。みたいな感じになってるんで、多分いい感じではあると思うんですけど、まあ、やっていきたいなと思います。はい、ちょっと朝一、若干肌寒いけど、羽もんから行きます。インレッドあるなぁ。入ってるかな、まず。バスがおったら姿が見えそうやけど、ちょっと濁ってるな。インレッドにゴミ玉が絡んでる。バスおった。ああ、逃げてった。タンか。いきなりね、バスおったけど、羽もんにはあかんかったな。このね、インレッドにゴミ溜まりが絡んでるんで、このゴミ溜まりの中におったんで、まあ、最初からね、ゴミ溜まりの釣りをやってたら多分釣れてると思うんですけど、まあ、ちょっと朝なんでね、そういう魚はいいかなっていう感じで。今年ね、あんまり羽もんで釣ってないんで、個人的にね、全然羽もんで釣ってないんで、で、動画でもね、まあもちろんあんまり釣ってない。1月以来かな、釣ってないんで、ハネモンで釣りたいなと思ってます。ただまあこの水の色とこの感じ、この水中の感じはバスベイトの方が釣れると思うんですけどね。今日ちょっと持ってきてないんで、大好きなバスベイトを忘れるっていう失態かましてるんで。おお、ベイトもよう効いてるな。いい感じいい感じ、釣れそう釣れそう、めっちゃ釣れそう。とりあえず岸際を、まあスローに通していきます。ただ、多分ね、これまあ雨降ったんですけど、雨のせいで、急な増水。で、多分水温低下してるかなって感じなんで、ハネモンに出るほど活性が高いかどうかっていうとわからないですけど、まあある程度見ながら、まあこれはちょっとハネモンないなと思ったら、ルアー変えていきます。お、なんか生命感あったな、今。ただまあ、水が濁っててバスが見えるかどうか微妙な水質。見えるかな、バスおったら。相当浮いてなかったら見えへんかなって感じ。バス発見。いった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 、くぐ、くよ。見切った。うせやん。ピューって寄ってって、ふって、そんな反応するん。絶対食うもだ。せや、全然反応せえへん。マジで。自作はもう飛んでもたけど、
いしょ。おー、やっと食ってくれた。はい、40あれなしかな。ちょっと自作ワーム飛んでもた。ちょっとね、さっき狙ってたでっかいのがおったんですけど、そいつの横で泳いだちっちゃい方が食いました。39か40か、あ、40ギリありそう。な、細いしでかく見えへんけど40ギリありそうです。やった、ありがとう。結局サイト、いやーきつい、正直難しい。しゃ、でもありがとう。ちょっとね、火が上がってきてから魚の反応っていうかボイルとかが増えましたね。まあええ感じ。この監視物色の中でバスの姿は見えへんねんな、多分。今もね、ここでボイルしたんですけど魚の姿は見えへんな。食った。お、こいつはコンディションいいぞ。よいしょ、コンディションいい、はい、あんまでかないけどめっちゃ引いた。はい、スパテラ4インチの脳進化、38センチぐらいかな、38ないかな、いや38ぐらいかな、38ぐらいの無料理バテライン4インチの脳進化を、一回ね無視されたんですよ、あっちでアプローチして。でちょっとね岸に寄ったところでもう一回岸寄りにアプローチして放置しとったら拾い食いしてくれました。しゃ、ええとかかった。ちょっとねサイドのワーム今日1個しか持ってきてなくて、でその1個がねさっき釣った魚で飛んでしまったんで、はい、なくなりましたけど、まあスパテラね結構釣れるんで。しゃ、ありがとう。手が出てる。何これ、ラインが少ないからか、ラインが少ないからダマに引っかかる。くそ、今手が乗ったのにな。食ったかな、また今。ラインがね、もうちょっと少ないからこのね、ダマに引っかかるんですよ、キャストしたら。それのせいでアプローチミスった。だるすぎ。手が寝てるけどな、ダマ引っかかるんだな。でかない方来た。でかないけどいいよ、いいよ、いいよ。よし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 。おお、よう引く。これね、でかくないけど、まあここに釣り来る人はわかると思うんですけど、このサイズの方がね、引くんですよ。はい。これは35ぐらいかな。多分35センチぐらい。もうね、ほんまにここのバスってね、このぐらいのサイズの方がよう引きます。元気。なんかね、40超えると、細くて、あんまり元気ないやつが多いんで、まあまあ楽しいサイズ。しゃ、ありがとう。スパテラ最強説。実はね、さっきまでサイトのワームを使って、大体の魚に無視されたんですよ、サイトのワーム。まあ一応ね、動画でも撮ってますけど、なんか、ふーできて、ピッて、見切られる。なんで、もしかしたらね、こういうストレートワーム系の方が反応がいいんかもしれないですね。スパテラやたらと反応がいいんで。はい。んでね、まあ、ちょっと今これ、
避けて、ちょっとだけ後ろに刺しますけど、もうちょっと前に刺して、で、こうね、こう落ちていくようにするじゃないですか。だからこのテールが水受けてめちゃくちゃ揺れて落ちていくんですよ。なんで、まあ、ちょっとね、足元でフックセットしてから、フォールのアクションを見て、使ってやるといいです。すごいね、めちゃくちゃブリブリ揺れながら教えてくれるんで、そのスローフォールというか、最初のね、フリーフォールで結構ね、食ってくれます。今のもね、フリーフォールやったんで。